はい、えー、超駅太郎です。あのー、日曜日の夜のニュースでね、宮根さんがやってる番組ですよ。それ見てたらですね、<laughs> あのー、知ってる顔が出てくるじゃないですか、その、ニュース、日曜日の夜ですよ。それも、あれ、全国ネットでしょうね。あのー、ガーツ中島くんとね、コローアーキが出てくるじゃないですか。<laughs> コローアーキーと、もうなんかね、まあ、中島くんは僕はちょっとあのー、接点はないですけど、あのー、 コロアキーね、出てきてもうずっと喋って、ただ、あれ、こういう、まだ良かったのは、あれ、お母さんも出てるからだけど、金のためにやってるっていう、撮ってるとこあれ、映ってなかったんで良かったんけど、お母さん出てきてですね、あの、優しい子だったんでって、言ってるんだよね、泣いて。だからそう思うと、まあ、 彼の、その、どうしてこうなったかっていうこともわかるんですよね。トレーダーとして。まあ、一説によって、証券会社に勤めたとかそういうこともあって、まともに普通にやってて何か失敗しててこういうことになったっていうことなんだけど、お母さん出てきて泣いちゃってね、なんかずっとお母さんにも仕送りしてたっていうね、ことも言ってるんだけど、仕送りしてても捕まっちゃしょうがないよなっていうことなんだよね。一番 あの、あれだよね。私は仕送りしなくても捕まらないということをやってます。シャバにいるだけで親孝行ということをモットととしてやってき、やってますんでね。まあ、あの、そんなね、まあ今更っていうのもあるますけど、まあ自分のことが精一杯なんで、<laughs> あの、親に仕送りか、してたのか。うんへえ。ー。 そういうことを見るとね、でも、だからといって、それがやっぱり人の不幸の上に、その、ねえ、あのー、っていう、なんかちょっと、なんていうのかなこれ、本人ね、あのー、本人の、 本人の思惑とは違うところでパクられてた相手にテレビでね、これ、ほんと全チャンネル NHK から民放全部全各社ね、あのニュースで速報されて朝昼晩とやって、ま、特集も組まれちゃってっていうことは、確かにね、すごいなと思うけど、いや、これどうなのかなうん。ただこれって、なんとなく私は思うのは、これでは済まないよっていうことかなって、 私もこの先調べてるわけじゃないけど、ここまでやって、廃規則猶予とか不規則とか、ないよね。今までのパターンでいくと。ね。こうやっていって、えー、まあ、話題になって、こうなって逮捕されたっていうことで、うーん、ね再逮捕、あるよねっていう印かな。 だこ,うこういう分析するとね、わかんないよ。そういうような感じに思えちゃうよね。もうそろそろね、もうちょっとで20日になるから、ここで起訴されて再逮捕なのか、再逮捕、まあ再逮捕されるのかっていうことになってきますよね。まあそこに行くと、この、ね中島くんもね、なんか色々仏義をかもしてますけど、あのー、そもそもね、これクラファンじゃない、この、 ークラウドではない、これ、あの、違法性があるんじゃないかとか言われて、もう150万ぐらいも集まってるんですよね。だこれに、まあまあ、それはないんだけど、一部私のところに、こういったことに支援したことが、犯罪というふうに認定されたときに、支援した私たちも罪になる,なるんでしょうかっていう問い合わせがあったんだけど、まあ、それは違います。それは違うと思います。ただ、ま <laughs> まあ、今回のこの原資を得てですね、この、あの、えー、出資金みたいなもの、これクラウドファンティングじゃないもんですから、あの、署名活動に対する応援金みたいなことなんですかクラウドとは違うって言っているんで、これでそういった活動をした時には、お金を出したから罪にはなるということではないけど、 まあそこでもしなんかそこをいうことになったら、道義的責任をっていうことにはなるのかもしれませんが、まあそこは明確ではないですね。それはならないと思います。ただまああの、このコラーキくんと一緒に映った時に、痴漢ということで追いかけていって階段から転げ落ちたっていうこの動画、話題になった動画がこれなってますけど、 こういったことが正しいのかと、あの、鉄道は、鉄道会社はやめてくれって言ってるわけですね。どうであって。だって、だけど、ここ鉄道会社ってこれ自分とこれ敷地なので、はい。公共交通機関といえども、ね、鉄道会社の持ち物なのでっていうことだと思います。これね。うん。やめてくれって言ってるんで、こういったことを、あの、聞いていかないとどうなるかっていう話なんですが、 うん、まあちょっとこれ別のことでもホストのことでもね、触れますけど、まずいよまずいよまずいよって言ってて、ずっとホストの件まずいよまずいよって持ち上げた部分もあったけどまずいよって言ってて、だいぶ言ってるんだけども、ここに来て紛失して、もう一気に規制に動く。 規制じゃないね。もう多分壊滅のとこまで追い込むんじゃないかなっていうふうに私は思ってますけど、もうその手前で止めなきゃいけない、やめなきゃいけないんだけど、みんなやってるから、うちだけやめれないっていう理屈があったんですよ。もう遅いっていうことですね。だから詩人逮捕に関してもそうなんだけど、まあ乱立して何,何人かのグループがね、こうなっていって、もう、うん。結局、逮捕は出たっていうこと。まあ、 もう予兆はあるわけですよ。チャンネルがもうこれ収益できませんよ。バンになりましたよっていうようなことが予兆なので、はい。それが、まあ結果こうなる。で、まあ国会でも審議されるっていうことはよっぽどなんですよ。ここがそうなっているので、ホストの件がまさか国会でっていうことがもうそこまでなってる。で、この私人逮捕云々かんぬんの件もそういったような、まあ一つとして持ってきやすいのは鉄道、 要するに、交通公共機関の中で、その敷地内で、そういったことが行われるっていうことはどうなんだっていうことに対してみんないいですよとはならないんですよ、これが。うん。で、一つとしては、いかなる状況であっても暴力はダメということを前提にしていかないといけないです。確かに、やられたらやり返すとか、ね。いや、わかりますよ。変なことをされて、それは当人の問題ならいいんだけど、この暴力を前提する、あの、肯定するっていう社会はダメ。 にしとかないといけないです。そりゃ、ね、思わず足生まれたらね、バーンと突き倒すとかっていうなっちゃうこともあって、それもとかなる方がぶつかってこの野郎ってなるのはわかるんだけど、そうなったから、よし、ぶつかってくるのを待ち構えてて、ぶつかったらぶん殴って野郎は違うと思うんですよね。 それに近いことが起こってるわけですよ。もう、肩と肩が知らない時にぶつかってっていうことなら、それが押し倒された、だったら押し返すっていうのは、まだまだわからん。人間の差がとして、それでも良かないんでしょ本当は。でも、ぶつかってくるのを待っていて、ぶつかった瞬間にそれ以上の力で押し切っちゃうっていうのは良くないっていうことだと思うんですよ。それだと、もう喧嘩越しの世の中になっちゃうんですよね。ただ、じゃあ、 えー、盗撮、痴漢っていうことは、じゃあ許していいのか。それは違う形で、えー、どうにかしていかなきゃいけない。で、一つ問題は、これ法律の中においては、痴漢ということが重きになってないんですよね。法律の要件が。痴漢したから一発逮捕、えーい、一発実刑はならないですね。今だったら、俺俺詐欺、ね、かけ子、受け子、ね、もう一発実刑じゃないですか。でも、これも、 いいですか最初の頃、ほんの数年前、四五年前は、受け子とか、そんなのを、罪にならなかったんですよ。信じられないことに。言われて行ってお金を取りに行った。渡しました。僕は知りませんでした。うん。二日でパイだったんですよ。二日で帰ってこれたんですよ。てか、その以前は、あ、そうなんだ。事情聴取し。 知らなかったんだって帰ってたのが、えー、48で2日で帰れて、これが起訴されて、で、も今は一発実刑ってなってるのは、これが社会がそれを容認したってことです。っていうことは今までの痴漢のことに対して社会が容認してなかったっていうことですね。軽微な犯罪ですよ。でも、万引きみたいな感じになっちゃう。万引きだって本当は窃盗なんですよ。ところが、まあ、被害弁償して、 家族が迎えに来たら OK。でも、厳しいところはもう、いや、そういうのダメですと。お店も。もうこれ警察に、えー、被害届け出します。窃盗でっていうふうにしてるところも多いんですよね。だから、まず、痴漢を抜かんぬこれっていうことはもう、痴漢に関しても、その要件が重なれば、一発実験でもよろしいかと。ところがですよ、なぜこれがならないかって言ったら、間違いがあるっていうことなんですよ。痴漢に関しては。これ。 もうその痴漢にされたと言って、脅した、恐喝したということもあるし、本当にそうなのかっていうことが、はっきり分かりにくいっていことがあるんですよ。そういう人ばっかりとは言わないですよ。それを逆手にとって、男性を、から恐喝したっていう事件もあったり、そういうことがあると、やっぱり、うーんと。そうなってくると、もう電車内の、えー、カメラ可視化。いや、もう、本当は、 どの車両にも警備員さんとかって言うけど、それは実際難しいじゃないですか。まあ、本当は、あとは、改善点といえば、その、こんなに困らないようにするとか、密着しないようにっていうこと。 ことも言われてますけど、そんなことが簡単にできるんなら、もうとっくにできてて、その同一時間にそれだけの人がそこに集中するっていうのはいた方ないんですよね。学校や通勤通学が重なるのは仕方がないもんですから。からこれを言っても、なかなかもうさできるものなら、しているのができてないということなんですね。電車内の痴漢っていうのはここでもう一度考え直さなきゃいけないと。一定数そういう人たちはいる。盗撮に関してもしっかりっていうことなんで、これをどういうふうに、あの、 取り締まって防御、取り締まるというよりも、これを抑制させて、えー、しないような状況に作っていくというと、もう全車両のカメラの可視化っていう形になるしかないのかなっていうふうに思うんですけど、皆さんのご意見をちょっとお聞きしたいと思います以上です。